こんにちは、Cセット営業部八木下です。今回は金型の設計製造、部品加工に携わるユーザーさん向けの、機能紹介をさせていただきたいと思います。1つ目、設計さん向けの、機能のご紹介になります。設計さんは 3D CAD、3D CAM すでにお持ちのお客様が多いので、ビューアーという使い方よりはですね、今回はデータ変換、トランスレーターとしての機能の紹介をさせていただきたいと思います。2つ目、製造現場向けということで、金型や部品加工をされている現場の方に 3D データを使っていただいてですね、寸法等を引いていただくことで、よりものづくりが円滑に行えるであろうというところの機能ですね、じっくり紹介させていただきたいと思います。金型、部品加工に携わる設計の方には 3D タスカレックスをご利用いただいています。それでは1つ目のトランスレーターとしての機能をご紹介していきます。まず読み込める 3D データの種類は、製造業で利用されているほぼ全てのデータに対応しています。これらを違う形式のファイルへ変換することができます。金型における設計者の困りごとにデータ変換が挙げられます。これは製品設計用と金型設計用の 3D CAD、あるいは加工用の 3D CAM など、用途に応じてソフトウェアが異なるために発生する業務です。特に IGES やステップなどの中間データを使う場合、面の抜け、階層や色の欠落などの問題が発生します。また、データ変換自体も 3D CAD で行うと設計者の工数を使ってしまいます。ここでは IGES データの修正や一括変換機能をご紹介させていただきます。画面は IGES データを取り込んだものになりますが、一部の面を非表示にするとサーフェイスモデルであることがわかります。このモデルをソリッドモデルにすることができます。断面で中身を見てみても詰まっていることがわかります。これにより、サーフェイスデータをソリッドデータとして保存することができます。仮に 3D データの精度が悪くて、面の欠落などが発生してしまった場合、隙間面張り機能を利用することで、隙間が何箇所あって、どこにあるかというのがすぐにわかります。自動で修復することも可能です。アセンブリの中から必要な部品だけを変換することもできます。複数のファイルをまとめて変換したい場合は、標準搭載された i2x プラスを利用します。変換したいファイルを画面上にドラッグ&ドロップします。フォルダーごとドラッグ&ドロップすることも可能です。その後、変換ボタンを押すだけで指定したファイル形式、指定した場所に変換が開始されます。以上が1つ目の設計者向けトランスレーター機能のご紹介になります。2つ目の金型、部品加工に携わる製造現場の方には、3D タスカル X、3D タスカル X ライトをご利用いただいています。加工工程においては、素材から設計された形へ段階的に近づけていく仕事になるため、最終的な形状には存在しない線や点などが必要なケースが多々あります。この場合、タスカルでは 3D スケッチという機能で 3D 空間上に任意の線や点を簡単に作成できます。最大外形線が作成できます。これにより素材形状の線が作成できます。2つの面から面の交線が作成できます。これにより面取りされる前の架空の線が作成できます。交点が作成できます。2点間に中点が作成できます。任意の場所に断面線が作成できます。
個別で表示することもできるようになっています。面を選択することで輪郭線を作成することができます。これにより 3D モデルからワイヤー加工などに必要な 2D 要素だけを抽出することができます。ローカル座標、副座標の作成ができるので加工原点の設定ができます。もちろん先ほど作成した 3D スケッチの線や点を参照することもできます。例えばこの点の座標値を確認する場合はクリックすれば確認できますが、座標を切り替えることですぐに数値が再計算されます。 3D スケッチで作成した要素は計測補助として利用することもできます。ここからは 3D だと分かりやすい寸法や各種色分け機能をご紹介していきます。このような斜めに開いた穴は面を触るだけで直径が計測できます。勾配のついた面の直径も簡単に計測することができます。穴寸法機能を利用すれば一括で穴の計測ができます。同一径の場合は同じ寸法の色がつきます。なお穴ピッチや深さなどが確認できて数値をコピーしたり CSV ファイルへ保存もできます。穴寸法機能では面に色付けすることもできるので、どんな穴が何個あるかというのもすぐにわかります。勾配角度の色分けもできます。高さの色分けもできます。高さごとに紙で印刷したり画像として保存することができます。このように穴、勾配、高さの色分けを行うことで加工前に工具選択のための基準情報を得ることができます。加工現場では2次元、2.5 次元で行う汎用的な加工も多くあるため、 3D モデルを 2D に展開する必要もあります。断面図の作成や輪郭線を図面化することもできます。作成した図面は紙で印刷したり 2D データとして保存ができます。なお 2D データに保存する際にスプラインや楕円の要素を円弧や直線に自動保管するのが特徴になります。以上が2つ目の製造現場向けビューアー機能のご紹介になります。ご興味をお持ちいただいた方は動画説明欄にもリンクがありますが、ホームページから体験版やカタログなどぜひダウンロードいただければと思います。